はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、じっくり考えるタイプか直感型かということですね。知能線の長さですね、これはですね、短いとかなりパンパンと動きますね。長いとじっくりいきます。ただやっぱり短い人の方が決断が早いので、非常にいい面が結構あります。ただやっぱり急に考えてやりますから、判断が鈍ってる時は大失敗します。逆に長い方の方は、じっくり考えますから、割とものはうまくいきやすいんですけども、スピード感がありませんので、ちょっとそれによってタイミングを逃すということがあります。物事は一長一短というふうに見えるかと思いますね。では読んでいきます。知能線が長い人は慎重でじっくり考えるタイプです。ただ考えすぎて悩んでしまいがちです。B、標準的な長さですね、の知能線ですと、バランスが取れた知的能力です。だいたい薬指のね、ふもと下までぐらいかな。それぐらいが標準です。C、知能線が短い人は物事をテキパキ処理でき、行動力があります。ひらめきで、即断即決というタイプになります。結構ね、枝分かれもこう起こしてきますので、絶えず頭を使うように心がけると良い状態の知能線になると思います。はい、ではまたアップいたします。